本日も動画の撮影をさせていただきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。時刻はですね、朝の8時でございます。もうね、めちゃくちゃ天気が良くて、今からもう太陽もね結構昇ってきてるんで、今から気候もねだいぶ上がってくると思うんで、今これから熱中症に気をつけないといけないね。熱中症対策に一番いいのは筋トレっていうふうに言われてますからね。筋肉がある方が水分をたくさん保持できるんで、熱中症になりにくいと。だからアスリートは熱中症にならないし、高校球児とか甲子園とかありますよね、なかなか熱中症になりづらい理由も筋力の、ね、保持量っていうふうに言われてます。高齢者が熱中症になりやすいのも筋力不足っていうふうに言われてますので、これからは運動から逃げることができない時代になってきております。前置きはだいぶ長くなりました。ダウン症ですね、650日を経過いたしました。今日はストレ将棋のねトレーニングをしたりしてるんですけど、今回ですね、その650日を達成した時に、まあ、将棋じゃないですね、お酒の記事があって、カフェインとアルコールの同時摂取が健康被害を及ぼしますよっていう記事があって、まあ僕もですね、お酒飲んでた時に一番体調が悪くなる時って、もちろんストロングチューハイを毎日のように飲んでたんで、ストロングチューハイ飲むと体調が悪くなるっていうのはそれも一般的というか、もう分かってたことなんですって、安いからねみたいないろんなことを思ってたんですけど、さらにですね、体調が悪いのが、体調悪い確定なんですよ。美味しいとも思わないし、なんでそれを買うのかっていったら謎っちゃ謎なんですけど、エナジードリンク飲料にお酒が、なんかウォッカでしたかね、結構きついやつ、アルコールのストロングにそのエナジードリンクのが混ざってるっていうのをコンビニで売ったんですよ。でそれを買った時はもう飲んだ瞬間から体調悪くなりましたね。飲んだ瞬間体調悪いで、飲んだ次の日も確定体調悪かったですか。もうストロング飲むだけでも体調悪いのに、カフェイン系ストロエナジードリンク系ですね、で割ってるって。であんまこのエナジードリンク系の居酒屋とかで売ってるところもあるんですよね。なんかその注意でこうカフェインが入ってて、なんかこの覚醒があって、あんまりたくさん飲む摂取するのは推奨できないですよみたいな。コーヒーもカフェインがたくさん含まれてるんで、3時以降に飲むと覚醒作用が遅くまでかかる、5時間6時間かかるんですか、なんかよく眠れなくなるっていう風になってて、そういう意味ではエナジードリンクとお酒を混ぜてるのを寝る前に摂取させるという時点でおかしいだろっていう話なんですけど、まあね、なんかこう、まあ、美味しいそのね、組み合わせなのか、もう飲めないっていう状態でさらに飲みやすくしてしまうからっていう問題もいろいろあると思うんですよ。結局のところアルコール量ですからね、そのもうアルコールのビールだから酔いやすい大丈夫だとか、焼酎だから大丈夫とか、ウォッカだとかそのジンとか、ウイスキーは弱いからも飲めない、ワインとかですね、あんまそんな関係ない、結局体の中に入ってるアルコール摂取量、結局どう飲みやすくどう味わいを変えてアルコールを体に入れさせようかとしてるかっていうのがお酒業界の考えてることですから、そういう意味で言ったらお酒とカフェインっていうのはまあそれは相性悪いよねっていう、もともと相性が悪いのにこう、 うまくこう同時摂取させたろうみたいな、なんかちょっとかっこいい感ありますもんね。なんかこうエナジーだからね、エナジードリンクって名前変えないといけないのかもしれないんですよ、そういう意味で言ったら。カフェイン大量摂取みたいな、だからね、今後エナジードリンク系のもう販売の仕方だったりとか変わってくるのかもしれないですね、そういう意味で言ったら。でなんかこの世界禁煙デーっていうのがあって、先週だったんですかね、 WHO が制定してて世界禁煙デーっていうのがあって、でまあこれやっぱ日本は依存症大国だなって改めて思ったのが、朝僕5時とかに起きてて、でたまたまパッてニュースつけたらこう世界禁煙デーですかねの話をしてたんです。アルコールの話なんで禁煙デーなのっていう話なんですけど、でそれでこう禁煙で
いかにしてタバコを吸わせないかってことじゃないですか。禁煙デーなのに、まあタバコを売ってる時点でその時点でちょっとおかしいよねって言っちゃおかしいよねっていう話なんですけど、そういう目線で見るとタバコの日本の売り方がおかしいよねって話があったんですよ。でどういうことかっていうと、コンビニにタバコって陳列してるじゃないですか。あれって選びやすくしてるサービス感ありながらも、禁煙してる人にとってタバコの銘柄を並べさせてる、並べてて、さあ取りやすくしてますよっておかしいよねって話だったんですよ。その世界的に見てありえんと、タバコのその銘柄が見えるようにしてて、選びやすくなって何番なんで何番ですねってこうやって取るようにしてるって。だから本当にそういうところなんだろうなと思うんですよ。その禁煙だとか、そのお酒もそうですよ。お酒も飲み物のところの横にお酒コーナーが出なかったら、ノンアルコールテイスト飲料の横にとこうとか、エナジードリンクの近くにこうとか、そうなんかこうどっから酒でどっからがあれなんかもうわかんねえみたいな感じ で世界飲酒禁酒デーってやった時に、そこをこうバッて かけんのかよ、こんな並べてていいのかよとかね。でも街中歩いたらお酒を飲んでるようなポスターだとかってたくさんあるじゃないですか。そういうふうに考えていったら、やっぱり日本のこの売り方とか、日本のこの販売の仕方とか、健康被害がありますよって言いながらも、結局ちょっと広告の中で小さい文字でちょっとリスクありますからとか、あの心疾患、健康被害がありますからって言ってたら、まあ表示してるけど失敗したらその人の責任だけどねみたいな感じになります。急性アルコール中毒とかだと、そのアルコールをその時に飲んだからお酒が悪いっていう風になりますけど、慢性的なお酒の飲み過ぎで腎臓とか、それこそ肝臓とか体の内臓を痛めた時に、じゃあどの飲料メーカーのでそうなったかとか、お酒じゃあお酒の賠償でどうだっていう風になろうとしたとか、もうそれは分かんないですね。外で飲んだことなのか、家の中で飲んだことなのか、自分で作ってなったことなのか、どういう摂取の仕方で体を悪くしたかって、原因究明の仕方って、責任の取らせ方が結局自己責任になっちゃいますからね。なんかそういうところをついてるから、だからそう依存症のところをねしていくんだろう。だからエナジードリンクが最近あんまり売り行きが良くないんじゃないですか。一時期に比べたら体に悪いっていうのが出てきだしてるし、まあお酒、なんかこう若者の人たちとかがお酒離れはしてるけど、エナジードリンクは飲んでるっていうのは僕はあったりすると、まあかっこいいですからね。あのエナジードリンクな、まあレッドブルーしかり、モンスターしかりとか、まあただアホみたいに高いんで、だからまあ簡単に手が出せるところではないんですね。僕の中でやっぱリポビタンでとか、オロナミン C とか、リアルゴールドとか、デカビタとかめっちゃ優秀じゃんと思ってます。リアルゴールドこんなのに、デカビタなんてこんな入ってますからね。同じような雰囲気で。そっからまたエナジードリンクがまたちょっと違うんでしょうけど、ただね、単純に安い、高いですからね。だからそういうところの、ところに、かゆいところに手を届かせましょう的なので、お酒と、こうエナジードリンクを回せればなんかちょっとかっこいいよねみたいな、これやってやっぱりエナジードリンクかっこいいよねみたいな、しかもこう量を調整すればそのカフェインも調整できちゃいますもんね。自作感ありますもんね。かっこいいよね。もうね、アルコールという名に続くのは、まあ、基本的にやっぱね避けて行っても楽しめる人生っていうのはたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、だから本当その世界禁煙デーしかり、世界禁酒デーとかあったら、もうね、大谷翔平選手のホームランバリーに報道しないといけないですよね。何事も。もう、僕メジャーリーグが好きで、メジャーリーグ見るんですけど、本当の本当に注目するべきところって、大谷選手のホームランのところだけじゃなくて、メジャーがいかにすごいかっていうところ、もっともっと出さないといけないなっていうふうに思うんですよ。ベッツすげえ、フリーマンすげえだったりとか、ピッチャーすげえだったりとか、だからあのモンスターだらけの中で大谷翔平輝いてること自体が奇跡的なモンスターなんでしょうね。そういう目で言ったら、なんかホームランすげえやりました、今日もいい一日になりそうですね、勘で終わらせてるじゃないですか。もうだからそれと説得できない勢いで、今日禁煙デーなんで、はい、お酒飲んだりとか、
タバコ吸ってたりすると大谷翔平選手のような活躍をすることはできないです、可能性高いですよねっていうところで終わらせるっていう、そこのセットまでしてほしいなところだと思ってるんで、まあね、まだまだこれから夏に入っていくと、ビアガーデンだったりとか、ビールのね美味しい季節、チューハイの美味しい季節に入ってくるんで、またね、禁酒の考え方っていうのはだいぶ違うと思うんで、今年のね頭から始めたドライジャニュアリーっていうらしいんですけど、今年から酒をやめて、何回も失敗してまたやっていこうかなっていうタイミングでまた出てきてると思うんで、どのタイミングからね始めるのも最高ですから、失敗してもしっかり失敗しても1回だけでも成功すればそれ勝ちですから、ぜひねトライして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 、何で前は失敗したか何で前は失敗したかっていうところをこう失敗をうまく検証していったりしていくとうまくね、何かしらビッてハマるタイミングがあるので、ぜひね、一緒にね断酒頑張りましょう。